なるだけ後ろがいいですよ。これまさにあのこのコースよくあると思うんですよ、うん、ちょっとあのティーグラウンドとしてはまあ性格が悪いというか、うんうんうん、あの木がやっぱりすごく視界に入って邪魔じゃないですか、うん、しかもフェードヒッターならいいけどドローヒッターで石山やってるわけだから、うん、ドローヒッターの人に言えば右の木ってすごく嫌なんですよね、はい、でこの時僕あのプロゴルファーとかもよく伝えるんですけど視覚から入るミスっていうのがやっぱあるんで、うんうん、このメグの情報であこれ右が怖いって言って引っ張っちゃって左だとかにスイング変わってきやすいじゃないですか、うんうん、でここで錯覚って意外とあって、一回例えば、うん、じゃあ、こっち側に来てもらっていいですか、うん、でここからこうやってもうちょっと僕の方ティーグラウンドから外れたところで今誰か例えば初めに打ってるとするじゃないですか、だから待つところって自由ですよね、はい、でここでこうやって待って向こう見ててくださいえらい狭いですね、はいはい、で今度は順番で広く感じます、広く感じますよね、うん、まあ、当たり前ですけどこっち行けば広くなってより広く感じるんです、うん、それがもし逆に多分こっち側がキャリーバッグだから大概の方はみんなこっちで待っちゃうんですよ、はいはいはい、あーなんか意外と抜けてんななんて思ってて、うん、はい一度自分の番です、はい行きまーすって言って待ってた、うわ邪魔なってなると感覚同じ位置だでも考え方がだいぶ変わるんで、そうやって立ち方もちょっとテクニック、狭い。でさっきここで何で素振りしたんですかって聞いたかというと、いつもほらこっち側でラインでやるじゃないですか、はいはいはい、いきなりこっちって素振りしたから、うん、あそれを無意識にやってるのかなと思ってすごい天才的センスと思ったんですよねごめんなさい、バカじゃもらったぐらいですなるほど、危ねえ、危ねえ、これなのに石井さんの球筋だったらちょっとこれは本当難しい、難しいね、うん、今のはもう最高もうちょうどこういうなんかウルトラマンのなんとかビームみたいなところのちょうど間に来ましたよね、うん、これはもう100点満点中100点満点怖っこれちょっと、うん、ラッキーですねゴルフってほら18ホールあるじゃないですか、だからもう言ってみれば4時間半の間で、まあ、ラウンドが大体4時半だとして4時間半の中でもう18人の人に会うと思ってほしいんですよ、で18人いれば18人性格もみんな違いますから、うん、あのたまたまあの出だしの初めの第一印象悪い人だと思っていただいて、ここうまく付き合っていただいて、でダメな人はやっぱダメなんで、うん、もうそこはもういいや、ここはボギーでっていう風に、うん、あのある意味こう思っちゃった方が楽ですよね、確かに、そう、あ葉っぱいつもあんなに出てるんですか、伸びてる、まあ、僕ね葉っぱになったことがないしこの木にもなったことがないちょっと分かんないんですけど多分伸びるんでしょうねでもちょっとカットしてね、ちょっとティークラウンドの場所がね、まあ、ちょっと、うん、でもここだけちょっとねもったいないですね、これでも最高の位置ですよね、うん、このだからあの石井さん女性の特に石井さんの球持ち球から考えていくとこのホールが一番難しい、ね、一番ですね18分の1、うん、だってセカンドもちょっと気かかるから、うん、本当だ、うん、で唯一の救いが今日ピンが左だっていうところが唯一救いですよね、あれで右切ったったらもうおしまいですね、右の手前とかだったらもうおしまいもう本当に130ちょっと打てばまずここが一つ目 の、うん、あの前半 の、 あの今一つ目の、うん、クラッチホールだと思った方がいいですよ、いわゆる重要なホール、うん、はい、どうここの多分ショットで流れが大体変わってくると思います、うんうん、で例えばもし試合に出てた時に予選が例えばカットがあったとして、うん、もう、2打3打足りないっていうんだったら狙っていくのも手だと思うんですよ、うんうん、だって刻んだらパーがやっとじゃないですか、うん、でも狙っていっていけばもしかしたらバーディー取れる可能性もあるんで、うん、縮めなきゃいけないって言ったら狙っていった方がいいし、うんうん、それが、まあ、今、まあ、スコアを作りたいかっていうところに寄ってくると思うんで、うん、単純にスコア作るんだったら全然レイアップでもいいですよね、うん、だってパーはあの悪くてもボギー、よかったら予選はでパーなんで、うん、でももしこれで狙っていった時に、右の木とかのあれに当たってバンカー越えとかになっちゃったりとか、うんうん、左にオーバーして左のバンカーからだったらどうなのかなって考えてる、うん、それからあとは
こっから10回例えば狙っていった時のクラブで打った時に何球乗るかなって確率するんですよね。10球って1球しか乗らないそうだなっていう確率だったら、はい、多分乗らないじゃないですか、うん、あと楽しめる楽しみたいかとかもいろいろあります、はい、160でしたっけ。160です。ちょっと狙います。はい、ピンの左の方。はい、ちょいピン左。はい、じゃあワンピン左ぐらい。はい、はい、手打ちで手前ですね。結局なんかレイアップみたいな感じだったけど、デスポジに。まあナイス。なんだ。ナイスミス。ナイスミス。ナイスミスというかな。トライ。トライ。もうつま先上がりの左足上がりだから、こうなるわけだから。そう。うん、で木が邪魔じゃないですか。はい、右に合わなきゃいけないんで、すごい難しいですね。あの辺が一番いい。外した時に僕らもああやって外すわけですから、はい、全然いいです。うん、15m の上りだったら例えば 16m のイメージとか、はい、17m のイメージとかってで細かく計算しすぎじゃないと思うかもしれないけど、もう 15m の気持ちで打つっていう時点でターゲット決めてるわけだから、 15m のゴミ箱にポンと入れるのと 17m のゴミ箱に入れるのって距離が変わるじゃないですか、はい、ちゃんとそこはもう残りの分だけじゃあプラス2で17っていうふうに思ってもいいし、人によっては例えばあ、この辺にできれば寄っていくなとかって考える人もいるし、グリーンが硬いからキャリーで勝負する人もいればトータルで考える人もいるので、それはもうどっちでも。ただ15mだけど上りだからちょっと強く取っていうのはなんかちょっとやってることがなんか細かく計算してる割には、はい、なんか詰めは甘いなみたいな、はい、17 17か17と思っちゃった方がいいです。でそれが打てるか打てないか別に興行しないじゃないですか普段は、はい、自分の持っていればいいだけなんで、あ17打つぞみたいな。ああちょっと当たりがね。はい、ちょっと使ってました。あークラッチパッドです。はい、これが入ると今日はいいスコアで上がります。プレッシャーをかけてしまっている。惜しいね。あでもまあ悪くないポジションは上りのフック。今日はカップに舐められる日ですね、はい、これもあるからね、こういう日も。はい、うん、シース、ナイスボギー。もうしょうがない、今のは難しい。はい、グリーンの手前の右バンカーを、うん、であのバンカーもちょっと、まあ、の入りづらいと思うんで。次はだいぶ打ち上げになっていくんですか。さあのセカンド打ち上げになりますね。それだけはダメなショット。ラッキー。おお、めっちゃラッキー。大丈夫、多分大丈夫だと思います。木の下だけど。それだけは。疲れか。ここはちょっとボディを支持したいです。ですね。はい。ボディを支持したい。今の谷さんの左に跳ねろって言葉の言い方がかっこいい。いやいやいや。気持ち入ってた本当に。ありがたい。支持したいですね。危ない。もうあれはラッキーだと思って、はい、もうあのもうありがとうって感謝ですよね。はい、あれはちょっとなんで右行ったんだろうじゃなくて、ありがとうって思った方がいいですね。はい、でなんかね右に続くようだったらちょっとその対策を練った方がいいんですけど、まあ右行ったのが、うん、初ほぼ初なんで、そうですね。うん、まあ、ちょっと、はい、まあしょうがないですね、一発ぐらいはね、そう思った方がいいです。ただこのホールで右嫌だって嫌でしたね。嫌でしたね。木が邪魔がなければいいな。それも抜けてたらもうすごいですよね。木が邪魔だ。あれさっき、ね、練習した7番アイアンも。お、お。一応持ってきましょうか。持ってきます。ライン抜けてるけど、あ、触れるか。お。当たるね。普通に打った。111上りで、でフォローなんで、でただアップヒルなんで、そうですね、120弱かな。
何番？うわ、本当だった8番。一回ちょっと8番に一回。どのぐらい邪魔になる？持ってきてない。持ってきてない。じゃあ7番は？7番あります。それ7番、うん、7番で。どんな感じが当たるか当たんないか、ゆっくりするんですね。当たんない。いや、当たんない。当たんない。もう一回？当たんない。おーし、じゃあ、うち普通に打ちましょうよ、はい、で最後はフォローは当たらないですか？一回軽く。フォロー当たるかもね。軽くバーンって言って、当たんない。ギリ当たないの？じゃあ8番持ってきます。8番、でも8番だったら届かないでしょ。届かないかも。そしたら7番で短く持って、ハーフぐらいで手前から避けましょうよ。ってことになりますよね。じゃあバンカーの手前ぐらいまで。うん、あのフェアウェイのと刻み間ぐらいでいいですよね。はい、はい、そのシミュレーション一回して、うん、この右のバンカーに行けばいいだろう。気持ちが負けました。向きは左だし、木は怖いし、バンカーは右に入れたくないしっていう、もう今あの多分今日の一番ダメな位置でしたね。はい、もうあのもうしょうがない。はい、しょうがない。大丈夫、乗る。今全部が負けた。これで78で、あ、待って、79かで、プロだから。75ぐらいかな。 A でいくつ分ですか？ A で85。ラフがあるんで、そのまま打っていいかなって。うん、行きましょう。左足上がりだから飛ばないんでね、はい、あ、これはボールの位置左目の方に。いつもと一緒のところに。あ、行ったよこれ。行った行った。おお、ナイス。よし、ちょっと置くかもしれないけど、うまい。オッケー。うまいうまい。おお、ナイスだね。おお、もしかしたらワンチャンパワーもあります。いいな、仕返しができますね。はい、のね、ちょっと惜しかったやつが、これ入れば帳消しだ。で、今日も下り、もう最初に見える。そんなにしないと思いますよ。そんなにしないか。引っ掛けたな、今のはちょっと。今は上からちょっと打っちゃいましたね。引っ掛けた、引っ掛けた。少しアウト来て引っ張った。ちょっと引っ掛けたか。いいね。ナイスボギー。ティーショットから締めればナイスボギーです。はい。オッケー。ラスト。うん。ラストパー5。バン。リンゴルフニュースのお時間です。はい。9月10月のリンゴルフオープンはこちら。左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日。この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ。以前ユッコが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくるのでぜひ応募してください。はい、バイバイ。